DS. 今から文武さんのショーケースを始めます。大きな拍手ください。 Thank you.
韓国に来て、韓国のポップ、韓国の生徒たち と、触れ合う中でスタイルの違いっていうのをすごく気づかされたので、まあ、こっちもすごい勉強になったので日本に持って帰ってもっともっと上手くなってまた韓国に戻ってきてチャンさんスタジオで頑張りたいと思います。 See you!